アムールトラは猫科に属する虎の一野種。アルテイカとはロシアの西シベリアのアルタイ地方の意味。和名は朝鮮虎、シベリア虎などとすることもある。現在はロシア極東の沿海地方及びハバルフスク地方のアムール川及び中国東北部を含むウスリー川流域、長白山地区でのみ生息が確認されているが、かつては中国満州。 朝鮮半島、モンゴル、シベリアに広く分布しており、その生息範囲は中央、アジアや西アジアにまで伸びていた。現存する8つの虎の亜種でも大型の体育を持ち、猫科の中でも最大の亜種である。オスの個体では全長3メートル、体重350キログラムを超えた例も報告されている。2009年に行われた遺伝学的調査で、 かつては別の足と見られていた西アジアのカスピトラが現在生息しているアムールトラとほぼ同一であることが判明した。オスの個体では体長2.5メートル、体重300キログラムにも達する。しかし近年では生息地における獲物の不足により痩せた個体が多く見られ、現状での野生個体の体格面ではベンガルトラの方が大型と指摘もされることも多い。 飼育個体は野生個体よりも大きくなる傾向があり、中には体重 450kg を超える個体もいる。ベンガルトラに比べて体長は長いが、体高ではベンガルトラより低くなる傾向が強い。極めて寒冷な地域、シベリアのタイガ等を主な生息域としていることから、他の亜種に比して深く長い体毛を備えている。冬毛は夏毛の3倍以上の長さになる。 母子のアムールトラヒル夜行性で獲物の動きが低下する夜間に盛んに活動する場合がある。大陸鹿を追撃するアムールトラのジオラマヒグマと争うアムールトラの白星ジオラマをもに、イノシシ、アカシカ、ノロジカ、ジャコウジカ、ヘラジカ、ツキノワグマ、ヒグマを捕食する。狩りは待ち伏せ型で背丈の高い草や低木や寒木のような場所に身を潜めて、 獲物が通りかかるのを待ち、獲物が周りに近づいた際に襲いかかる。狩りの成功率は高くはなく、20%以下だと言われる。ヒグマも捕食対象となるが、仕留め損なうと深手を負ったり、かえって殺される恐れもあるので、主食である鹿類に比べれば襲うことは少ない。キジカやカモカなどの大型鳥類を狙うこともある。夏場は水辺を好み、そこで、 水浴びや泳いで体温を下げたり、寄生虫や吸血昆虫から身を守る。冬場は雪と林の中に紛れて獲物を待ち伏せる。メスは自分の夫となる、オスの隣接する縄張り部分を住みかとし、オスは単独生活でつかず離れずで妻と子供を守り、子育てはもっぱらメスだけが行う。オスは自分の子供には寛容だが他の個体や、 その子供には容赦なく攻撃し、殺してしまうこともある。これはメスにもたびたび起こるが、メスは体格差からオスとの争いは避けることが多い。子供が成長して独り立ちするのに約2年かかる。小離れはベンガルトラと同様にメスの方が早い。成獣は人間以外に天敵はほとんどいないが、獲物を競合する関係では大陸狼やアムールヒョウがいる。 飼育下での寿命は約15から20年。主な生息域はロシアと中国東北部の国境を流れるアムール川やウスリー川周辺の大河である。また北朝鮮での生息も確認されている。北朝鮮での生息状況の詳細は不明だが白桃山周辺が本州の生息地域として紹介されることが多い。近年、 アムールトラの個体数は500頭程度にまで落ち込んでいると推測され絶滅が危惧されている。一時期は自然破壊のために絶滅寸前まで追い込まれていたものの冷戦終結後にアメリカを中心とした西側の動物保護団体による保護活動が進み生息環境も改善されつつあるため徐々にではあるが個体数は回復傾向にある。しかし今度は逆に アムールトラの生息拡大がアムール氷の生息を脅かすという事態も起きており、新たな課題となっている。メディアを再生するロシアでシベリアトラを放すアムールトラ一頭あたり、1000平方キロの森林が必要だとされるが、沿海地方では森林伐採が進みたいがの面積が30%も減少するなど、その生息地が脅かされている。また、 トラの骨などが高級種の原料として高値で取引されているため密量も数多い。これらの原因で個体数は激減し国際自然保護連合が発表しているレッドリストでも絶滅危惧種に指定され対策が必要と指摘されている。ウラジオストク郊外のラズドリンの絵では地元住民がボランティアで親と死別してさまよう幼いヤムールトラを保護飼育し 野生復帰を試みているものの、現状では厳しく、サーカスなどに送られる個体も多い。天王寺動物園のアムールトラ、日本では現在24の動物園でアムールトラが飼育されており、繁殖にも力を入れている。日本の戦国時代の武将、加藤清正が朝鮮出兵の陣中にあった時トラ退治をしたとの逸話があるが、このトラはアムールトラであったと考えられる。 アムールトラを描いた文学作品で最も有名なのはニコライエ・バイコフの偉大な量が挙げられる。バイコフ自身のハンターとしての経験とトラの生態調査によって創作され、日本でも戦後児童誌などで出版されている。ありがとうございます。